ごいな。ああ見たことある見たことある。今何を見てるかとかそういうのを説明して。あ、お、受けた。お、うわ、コーススピード完璧っすね。いや、これは何回でも見れる。もう頭抱えてるもん、サポーターが。うわーって。いや、でもこんな、この素晴らしい雰囲気、素晴らしい相手の中でこのフリーキックはもう絶対止めれんよ。完璧じゃん、こんな。やばいて。お、今はクリスティアーノ・ロナウドフリーキック。あ、ペン、え、ピキン。お、止めた。すげえすげえすげえ。やばいな、雰囲気。やば。終わった。あっという間や。全体の感想をさっきは思えろ。僕がちっちゃい頃なんで試合はちゃんと直接は見たことないんですけど、このフリーキックっていうのは、YouTube で見たことがあって、大人になってから見るだけで興奮するというか、本当に、コーススピード、全てが多分パーフェクトだと思いますし、あの素晴らしい雰囲気の中であのスーパーゴール決めるっていうのは本当にすごいなって思いますね。その後しっかり PK キーパーが止めて、本当にめちゃくちゃ盛り上がったんだろうなって見ていて思いますし、今年僕たちもチャンピオンズリーグ出れるんで、その雰囲気の中でプレーできるって考えたら本当にもう今からワクワクが止まらないというか、自分ができることをやって、チームが勝つために、みんなが笑顔になるために頑張れたらなって思いますし、そういう素晴らしい、世界的にも本当にビッグクラブのこのクラブに来れて本当に僕は幸せです。